ロン先輩。くだらねえ、このあんかけが何だって言うんだ。調理手順を足してみただけだろ。決まりだぜ、やはりお前は当月には不要な存在だ。あれ、どうかしたんですか、叡山先輩。ひょっとして俺の餃子うまいって思ってんすか。まさかな、あんな B 級グルメなんかがありえない。まあまあ、そこまで言うなら食べた方が早いんじゃないっすか。はい、どうぞ。ねえ叡山先輩、先輩もうまいって思ったんすよね、俺の料理。どっちの皿の方がうまいかはっきりさせたくないっすか。バカバカしい、言っただろ、食べる必要などないんだよ。判定だ。その判定は一口食べてみてからでもいいんじゃないですかね。はあ、ほら勝敗はもう決まっているんですし。何を言ってるんだね君は。私は食わんよ。じゃあすみませんが僕は一口。あ、じゃあ私も。はよ、ごましと。おお、来た来たぜ。それじゃあ私も早速。小林林道だって、叡山もあんなうまそうにしてんだぜ。そんなの食べずにはいられねえもんな。あんな無茶苦茶な調理でここまで地鶏の風味が際立つとは。その答えはあんかけっすよ。地鶏のスープに醤油、酒、酢、砂糖、ごま油と、そして秘密の隠し味を加えてあります。隠し味だと？ケチャップです。トマトケチャップを隠し味にした特製の甘酢あんかけなんすよ。ケチャップ？酢豚や天津飯に使われる甘酢あんかけ。油を多用する中華料理では口当たりを爽やかにするのにもってこいだ。トマトケチャップの酸味を加えたことで、豚トロやパルメザンチーズのコクやジューシーさだけを残して、地鶏本来の上品な後味を際立たせたのか。トマトは旨味成分であるグルタミン酸の塊だからね。パルメザンチーズとの相性は申し分ないし、地鶏や椎茸の旨味成分とも合わさって相乗効果を発揮している。一見ゴテゴテとアイディアを足しただけの B 級料理、洗練とは程遠い。なのに味わってみればこれ以上は考えられない最高の組み合わせ。どうやったらこんな発想に行き着くのだ。いや、俺一人で行き着けたわけじゃないっす。こういう時にトマトを加えるって発想、極端。